はい、昨日土曜日、午前中私の家にはいつもいるワン君がいませんでした。よし牧師が自分のマンションにワン君連れてって、今日はお風呂に入れるとか言ってね、金曜日連れて行ったのでワン君いませんでした。ということで私はいつもの散歩に出ようとはしておったんですけれども、たまたま家内の部屋に入って、そして書棚を見ておりました。はい、そしてこの本に目が止まりました。ご存じの、ね、皆さんご存じの星野富弘さんのこの2つの詩が詞ですね、詩とそして絵が載っているこの本ですね。まあ、家内の部屋に置いてあったんですが、あ、これね、もったいないな思いました。はい、今日からそこに置きますので、ぜひ見てほしいと思います。第一は種まきもせず、第二は花よりも小さい、ね。はい、すごくこれを読んで私もね、大笑いしちゃったんですね。笑いが止まらなく、そういうところがたくさんあったんですね。ゲラ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 また笑ってたんですね。はい、そして結果としてどうなったかというと、散歩行く時間がなくなっちゃって昼の12時頃になっちゃったんですね。はい、12時頃から何をしたかというと、実は星野富弘さんに手紙を書いたんですね。何の手紙を書いたかというと、その感謝の手紙を実は書いたんですね。はい、まあ、今日ここに来てね、笑っておられる田口さん、ご一家がおられますけども、田口さんたちがここへ来るためには、私はこの星野富弘さんのことを知らなかったらやっぱり来ていないということになるんですね。はい、今から8年ぐらい前ですよね、星野富弘さんのビデオの映画を雫石でやったわけですね。そして看板を10枚雫石の町に立てたわけです。それを田口さんの奥さんのお兄さんが見かけて、そして夜その映画に来たわけですね。彼は星野富弘講演会というこの映画なんだと思うんですからね、その看板でしたから、星野富弘が講演すると思ってね、映画会来たわけですよ。そういった映画だったんで、本人じゃなくて映画だった。でも奥さんとそれから仲間の何人か友達、全部で5人ぐらいいましたかね。その人たちはこれ見てます。で、星野富弘さんの講演を彼は聞いて、それで感動して、今度は雫石にもごめんなさい、田沢君も来てやってくださいということで、田沢君に行き始めて、はい、そしてもう8年ぐらいになるんでしょうかね。はい、その結果何が起こったかというと、毎月映画会をやるようになったこと、はい、そして安倍さん家の息子がその時ね、まあ言うならはっきり定まんないね、仕事を やったりやんなかったりしておったわけですね。その人に、私がじゃあこれこれこういうことやったらどうっつってね、そして突貫作業みたいな勉強を教えてね、そして暗記をさせて、そしてその試験を受けて、そして学校に入って、そして奇跡的にね、はい、学校に入れたわけですね。はい、しかもその、ね、補欠を募集するというね、その試験でね、入った。そして今その青年は、はい、職場に勤めてもう3年ぐらいになっておりますからね。はい、それが起こる、そしてさらに、安倍さんの家庭の、はい、おばあちゃんが100歳で、洗礼を受けるね、田口さんのお母さんですよね、洗礼を受ける。はい、そしてまた田口さんたちがここに来られるという、ね、出来事が、はい、起こったわけですね。はい、それはこの星野富弘さんのこの本、それからこの映画、ビデオ映画があったからなんですね。はい、その一つの絵をお見せします。この絵ね、はい、あの人のようにってね、野菊ですね、あの人のように、あの人のようになりたくて、あの人の後を追っていったら、あの人の前にはキリストがいた。こういうやつですね。あの人のようになりたくて、あの人のようになりたくて、あの人の後を追っていったら、あの人の前にキリストがいた。ね、潮刈峠に咲いていた野菊、潮刈峠、北海道に行ったわけですね、彼はね。で、三浦綾子記念文学館にて、はい、ということで、はい、この絵を彼は写真撮ったかなんかね、して描いたんでしょう。星野さんは
私より6つぐらい年下ですね、1946年までですかね、群馬県の出身で、そして群馬の教大学の教育学部ですかね、出て、そして、体育学部を出て、そして体育 の、あの中学の先生になって、そして彼は体操が得意でね、そしてあの鉄棒やってて、鉄棒からまさかの落っこってね、首の骨をなんて折ったかなんかしてね、はい、そしてそれっきり、そのベッドに伏せておると、その生涯がずっと今日まで続いておりますから、彼が22、23歳の頃でしょうからね、今66、7ですからね、はい、ですからもう40年ぐらいね、ベッドに伏せてるわけですね。そして毎日天井を見て、そしてまあ、 あの椅子にも座りますけどもね、はい、そして何してるかというと、絵を描いて、そして詩を描いて、はい、そしてこれがたくさんの詩が詩になって、また自伝も書きましたけどね、はい、どうしてこう彼がなったかということですね、はい、それはあの彼がベッドに伏せていた時に、はい、前橋の教会でしょうかね、群馬の彼のね、ふるさとの、はい、教会があって、その教会の、信者さんたちが訪問して伝道したんですね。そして彼はついにイエスの信ずるようになったんですね、はい、信ずるようになると同時に、はい、彼に誰かが、はい、その絵を描くようにね、教えたわけですね、はい、彼はもう全身麻痺しておりますからね、あの運動機能がもう麻痺しておりますからね、星野さんは多分口にね、筆を加えて描いてるんですね。この字もすごい上手なんですけどね、はい、筆を加えて描いておるんですね。その最初の絵を皆さんもどっかで見たことは自伝の中にあるんじゃないですかね、はい、うちのまあ言うなら、あのゆきちゃん、まこちゃんのもうちょっと小さい時ですね、今のまこちゃんぐらいのね、あのヒョロヒョロのね、ミミズの尻尾みたいな、はい、そういうこの、絵を描いてましたですね、はい、それをある時にあの図書館で展示会をしたわけですね。でだんだん形になってきたので、展示会を開いたら、それをみんなが感動して、あの彼の絵をまあ言うなら展示即売会でね、買ってくれたわけですね、はい、それがこの人の、うん、信仰者としての、はい、具体的なスタートになったわけですね、はい、そして自伝を書き、そして、この詩歌詞をずっと書いてこられたと、こういうことですね。なんでここへ今日持ってきたかというと、はい、私が今言いましたように、すごくこの、まあ、面白いわけですね、この絵と、そして文章がね、その毎日毎日天井を見てね、はい、暮らしてる、ね、だるまさんは壁見て、ね、何年か座禅組んだと、私はあのベッドに伏せて天井を見て9年暮らしたとかなんとか言っておりますけどね、もう9年どころじゃない、40年ぐらいになってるわけ、はい、その中に彼が、はい、このいろんな花を見てね、はい、そして散歩の途中でいろんな花を見たり草を見たり、はい、人形を見たりしてるんですけども、その観察ですね、はい、観察を詩にしているわけですね。その詩が、はい、大変鋭いというかね、はい、鋭いということと同時に、はい、その中に、はい、一言で言うと神様の技を彼はそこで見ていると、こういうことですね。そして神様の真理をその中で発見していると、こういうことでしょうかね。ですから非常にやっぱり鋭いわけです、はい、そして彼はそれを見て希望を持っておるということですね。希望と、はい、日々自分が生かされておるということを非常に感謝しておるということですね、はい、ですから今日この時星野富弘さんも、はい、群馬の教会に行って、そして一緒に礼拝を捧げていると思います、はい、その証が載っておりましたのでね、そういう生活を彼はしておる、はい、彼は三浦綾子さんのようになりたいと思う。三浦綾子さんの本をやっぱりね、ベッドの上で読んだらしいんです。すごく自分と同じ立場の人間ですからね、感動した、ね、その人のようになりたいって、そしてついにあの、この絵描きになって、そして詩人になって、そしてついに、数年前に三浦綾子さんが彼の家を訪問するっていうことが起こりました、うん、そしてまたこの星野富弘さんも数年前北海道 の、 あの文学館を訪問しました。その時は三浦綾子さん確か亡くなっていたと思いますけどね、はい、そして北海道でも講演をいたしました、はい、
ということで、はい、神様を知り、イエス様の愛を知り、はい、そして、はい、神の愛を知ったときに、私たちがどういうふうに、一日一日を生活するかと、こういうことですよね。はい、ということで、私も大変、ね、ああ、そうだと思ってね、感謝の手紙を書かせていただきました。あなたの、この、文章を読んで大変、ね、腹の底から笑っておりました。実はこういうことで、うちの教会にもあなたの、ね、絵からスタートして教会に来る方が起こされ、あるいは宣伝受ける方が起こされましたので、感謝をの手紙を書いますって言ってね、その手紙を書かせてもらいました。はい、ということで、はい、今日のストーリー、はい、今日のお司会はこの坂本教授、ね、坂本教授は今日皆さんの前にどういう姿勢を現れたでしょうか。今見てみると思います。昔の坂本教授はどうだったか知らないでしょう、多分、ね、ジェニア・ツーマーさんも知らない。昔の坂本教授はこの恋愛 の、 司会、音楽をやっておったんですけど、毎週毎週言うなら爪入れて、爪入れて、爪入れて、爪入れっていうのは蝶ネクタイだ、蝶ネクタイだ、蝶ネクタイだ、決めてきた。他の人ってギュンと下がったわけ、蝶ネクタイですからね。そんな人いませんからね、さすがの吉田教団、蝶ネクタイしたの見たことないんですけど坂本教団、蝶ネクタイです。ところがある時から兄弟は、はい、何もかもなくなっちゃって、はい、ね、普段着で来る、どうしてきたか、そう変わったか、ね、あと聞いてください、ね、理由があるんです、はい、その理由が、それ理由がある。この実は礼拝で、ね、私がある人のことを説教した、ね、アメリカの有名な、はい、伝道者チャック・スミス、ね、チャック・スミス、アメリカに、ね、リバイバルが起こり、そして500の教会ができましたけど、その、ね、教会の一番の指導者チャック・スミス、うん、ある時彼 の、 教会にね、ヒッピーのお兄さんたちがやってきたの、ね、ものすごいヒッピーのお兄さんたちですからね、着るもの何するものがね、ひどかったですよ、ね、そしたら教会の信者さんじゃあ、ああいう人が来てもらっちゃ困るって言ったんですよ、うん、ところが、ね、チャック・スミスは何と言ったかというとね、ああいう人たちが、ね、来れない教会じゃ困りますと、ね、来れないような私たちの考えを持った信仰じゃ困りますと言って、彼はその時から教会の絨毯から何か立派なものを取っ払っちゃってね、はい、誰が入ってきても全然、ね、恥ずかしくないような教会にしちゃって、それでヒッピーたちがたくさん集まるようになってきたという、そのメッセージをしたわけですよ、ね、多分そのことがきっかけで、兄弟は蝶ネクタイをやめ、はい、そして普段の姿勢で来るようになった、こういうことですね、うん、まあ蝶ネクタイやらそれはね、知恵があるし、ね、素晴らしいし、ね、そして清いっていう、ね、その感じも受けますけど、言うならば聖書の中に出てくるファリサイ人のようなものになっちゃうわけですね、はい、神の道から人を遠ざけてしまうということになるので、兄弟はね、ざっくばらんな姿でね、来るようになったと、こう思いますですよね、はい、うんと言っていますから、そうなんです、そうなんです、うん、この時とばかり幸いとばかりにね、怠けることができるようになったと思ってからやったと思いません。神の言葉ですね、はい、イエス様の言葉、はい、イエス様の言葉はパリサイ人や、ね、律法学者のあの賢い人たちの言葉とやっぱり違ったわけですよ、うん、神の真理を知っているパリサイ人、律法学者たち知って素晴らしい人なんですけれども、イエス様の言葉とやっぱり違ったわけですね、うん、それがいわゆる世の中の宗教と、はい、イエス様の私たちに与える福音とのこの違いなんです、はい、イエス様の福音は命の、はい、道なんです、はい、命を私たちに与えるんです、ね、命はいりません。自分の私たちは能力によって立派に自分の人生を、ね、渡ることができます。私には力があります、知恵があります、ね、素晴らしい私は人生を立て上げ、ね、教会を立て上げていきましょう。
っていうね、そういう人たちがいるわけです。そして自分の理想を実現するっていうのが信仰障害だとこう思う人がいる。そうではないですね。そうではないです。三浦彩子さんという人はね、この星野さんに影響を与えた人ですけども、学校の先生やって、そしてどういう教育をしておったか、ね、天皇陛下のためにこのお国のために自分の人生を捧げますっていう、まさにね、言うなら立法学者パリサイ人というのはすごいね正義感の器であった。その人が、はい、戦争で日本が敗れました。それで自分が教えておったその、ね、天皇陛下、それがね、天皇ではなくて人間ですとかね、はい、私たちの教えておったことが誤りでしたということを、はい、墨でこの教科書に墨を塗って、ね、全部真っ黒になっちゃった。三浦彩子さんは絶望したわけです。そして何か始めたかというと、ね、酒を飲むしタバコは吸うし、ね、その辺の、ね、お姉ちゃんたち、というよりもひどい、ね、そのなんとかガールになっちゃったわけですよね。そうして彼女、ね、結婚をしたんですけども、ね、結婚婚約したんですけども、しかも二人の人と婚約しちゃってね、そうして婚約の、はい、その、何ですか、引き出物を持ってきて、はい、ことを忘れちゃいましたけど、結納の日ね、結納の日ですよね。最近私も結納しなくなっちゃって忘れて、はい、結納の日に彼女が突然倒れちゃったんですね。倒れちゃったんですね。そうしてその、ね、婚約が破談になったわけですよ。で、あの二人の人にお詫びしたかどうか知りませんけれども、彼女は、はい、ひっくり返って、はい、ベッドの人になったわけですよ。十数年間ベッドの人になった。不思議ですよね。この星野富弘さんの場合、学校の先生になってね、すごいこの体育の先生で、ね、この鉄棒でやって鉄棒を落っこって、それで首がね折れちゃったかなんかね、この人も全く三浦さんと同じ運命になっちゃう。それからずっと三浦さんは10年2年経って結婚してね、そしてまた癒されて立ち上がりましたけど、星野富弘さんの場合は立ち上がってないでしょ。今って同じです、言うならばね。カチッとね、首から何かね、機械で押さえられ、固定されて、そうやって散歩にも行くんでしょうけれども、絵も描くんでしょうけどね。はい、その中で彼は、はい、何してるか、ね、今日の一日は、ね、どれほど、ね、素晴らしい、尊い、ね、日であるか、ね、喜びに満ちた日であるか、まあ、それを、ね、絵を描きながら、詩を描きながら、実感しておるという、それが絵になって、今から数年前、日本の長者番付の中に彼がね、名前が出ましたので、私はびっくりしたんですね。ね、1年間の所得が、ね、数千万円ですか、なんかね、億近くまで行ったわけですよね。今や彼のこの美術館、新しい美術館ができて、群馬県の古里さんが2つあるわけですね。そしてさらに、沖縄ですか、どっかにね、九州かどっかにも、もう一つ美術館ができた。大変な、まあ、言うなら有名なこの絵描きさんにはなるしね、詩人にはなるし、そしてまた、ね、金持ちにはなっておるんですけども、金持ちになったから彼遊びに行くわけにもいかないでしょ、ね、同じベッドに寝て同じその、ね、椅子に座って、そしてよく帰っておるわけです、はい、それが私たちのこの教会の私たちの働きにもこう及んできたっていうんですか。ムラークさんと全く同じことが、はい、起こっておる、はい、私たちだってそれは同じことを神様はしようとしている。ムラークさんのようになりたいっつって、ムラークさんの前にキリストがいたっつって、そして彼も、ね、キリストを信じたんですけど、そう簡単にあの人も、ね、信じたわけじゃないんですよね。この人も群馬の前橋の教会がね、山崎、有名な山崎定義先生の教会員たちが一生懸命伝道して、そしてついに彼を救いに導いて、ね、そしてまたその訪問しておった女性が 彼の奥さんになったわけですよ。彼の奥さん、
唱者っていう普通の新社とレベルが違うでしょ、朝から晩まで奥さんがいなかったら彼のいい生活成り立たないわけですよね、そうしてその奥さんになる人が怒ったわけですね、確かに王子は王子の友人のさちょっと、ね、2枚目でね賢いしね、男男性らしいし、そういう面で魅力はあるんですけど、魅力あると言ってもねそれは大変ですよこの人と、ね、一日でも一緒にいるもんならね、くたばっちゃいますよね奥さんね本当に、ね、その奥さんも時にはね一人でどっかへね蒸発するかないかというようなどっか出てましたよね、蒸発じゃないんですけどね、はい、でもそれをずらーっとやってらっしゃるって、ね、神様の、はいはい、神様の命の言葉はすごいなとこう思うそんなことでその手紙を書かせてもらいました。手が有名な人に手紙を書くって言うんですからね、はい、便箋2枚ぐらいで書いたんですけどね、はい、移動時で文章で手紙を書きましたけど本当に、はい、彼の技が、はい、この教会に及んできてる。しかも私の彼女この絵を、ね、最後の最後までこう読んでたのかなと思うんですね、はい、そしてまた私たちに、はい、仕事まで、ね、この人与えておいてくださるわけですからね。